お嬢様のメイドのレギーナ・メルセデスです。よろしくね。よろしく。ん？お嬢様、この少年意外とエッチです。なっ、レギーナったらそんなわけないでしょ。レオ君、飛ばすからしっかり捕まって。少年、都市に着くまでお嬢様の感触を心ゆくまで楽しむといいですよ。ちょっとレギーナ、変なからかい方しちゃダメよ。レオ君は記憶が混乱してるんだから。そうでしたね、少年、からかってごめんなさい。いえ、気にしてません。ショックを与えれば何か思い出すかも。いいです。もうレオ君がエッチな男の子になったらどうするの。お言葉ですが、男の子はエッチなものですよ。不死の魔王がこんな小娘にからかわれるとは、推しがたい肉体の生理的反応のせいで。